では続いてのメンバー行きましょう。こちらです。はい、びっくりした。本当ですね。これあいつじゃん。これあいつじゃん。あいつはですね。急に来た。習い事を強制しない。どういうこと？面を取ったら可愛かったという剣道あるあるにお母様が憧れてて、憧れ。はいはい。無理やり習わせたが、まあ、剣道を鳴らせたってことですね。ああ、そういうことか。はいはいはい。やる気がないので上達しなかった上、バカになったのは市内で頭を叩かれすぎたせいだと自分のバカさを剣道のせいにする。結構もう親御さんのまんま読んでるからね、私は。面だよね。バンバンやられたから面だったから、バカになったバカになったじゃねえかよっていうね。あいつだよね。これは明らかにあいつですね。最近じゃん。これだから剣道を習った後ですよね。明らかに。そんなに面いっぱいもらっちゃったからおバカになっちゃったの、はい？本当にそうなんですよ。素質はあるんですけど、うん、ちょっと良くなくてそれが。ああ、そう面もらっちゃったから。そうね。今後森本に何かを強制すると失敗した時に全てそのせいだと言いかねないので気をつけましょう。